ホール館内のイタリアンレストラン、広島県立美術館広島県立美術館は、広島県広島市中区にある美術館。1968年9月22日、中国地方発の公立美術館として開館。現在の建物は、旧美術館と隣にあった旧広島県立図書館の跡地に拡幅して1996年10月6日、新築再開館したもの。 延べ床面積19,926平方メートル、地上4階地下1階。館内には、図書室、ミュージアムショップ、レストラン、ティールーム、駐車場等を整備している。出景園に隣接し、双方とも見られるよう工夫されており、両方の入場券を買うと割引される制度もある。広島に、ゆかりのある画家の作品、アジアの工芸品、1920。 30年代の世界の美術作品などをテーマに5000点余り所蔵している。など、現在地はもともと旧広島藩主である浅野家が所有していた別宅、泉邸の敷地であった。1913年10月、泉邸の一角に浅野家所蔵の古美術品を一般公開する国内初のシリーズ美術館が開館する。つまりこの地には大正時代から美術館が存在しており、 なお、カンフル建てといった。当時の建物構成は、入口から正面の位置に事務所棟を置き、それを軸として、左右に二階建ての洋風建築の陳列棟を配置し、左が第一号館、右が第二号館と呼ばれた。敷地面積千四百二十四坪。陳列棟は間口十間、奥行き五間で五十坪を2棟。展示物は、浅野化粧像の和館古書や刀剣。 茶器類で西洋のものはなかった。大正期には月平均3500人来館した記録が残っている。1939年、この開港館は浅野家から県に寄贈される。同じく浅野家所有だった泉亭や浅野図書館は、それぞれ1940年県に、1931年市に寄贈され、出家園、広島市立中央図書館として現存する。 ただ、太平洋戦争中は第日本帝国陸軍に接収され、第二総軍短波防銃犯、特上犯が置かれ、1945年8月、広島市への原子爆弾投下により建物、展示品ともに壊滅したとされているが、2017年、所蔵品のうち朝の家から、二津神社に寄贈され、被爆当時間古建に保管されていた、農面、農など、 約120点が消失を免れ減存していることが明らかになった。移行としては、入り口門中が三次市立塩町中学校に移設され減存するぐらいである。そもそもの発端は、1956年広島市を中心とした広島県西部の小学校から始まった美術館建設に向けた一円募金運動からである。まず、この地には1960年4月、 広島県立図書館が建てられた。1960年代に入り美術館建設に向け具体的に計画が進み、1968年9月、中国地方における最初の公立美術館として県立図書館の隣に開館した。この整備計画には小玉希望がアドバイザーとして参加している。1980年代に入り、施設の改新構想が上がり、 隣の県立図書館の移転が決定したことから、美術館の建て替え及び出径園との景観的な一体化を図られるようになる。まず1980年収蔵庫の拡張が行われ、1980年代後半には、県立美術館整備構想案がまとめられる。1995年新館、つまり現在のものが竣工し、翌1996年10月に再開館した。 設計は、日建設計、思考は体制建設、カンフルがてに関するカテゴリー、ありがとうございます。